こんにちは、こんばんは、クリームです。今回はウィリー・ウィリアムス選手のまとめ動画です。ウィリー・ウィリアムスといえば、地上最強の空手パート2での熊との戦いで注目を浴び、熊殺しの異名を持ったアメリカの空手家です。身長196センチ、体重100キログラムと恵まれた肉体から繰り出される強力な打撃は破壊力抜群で、体重を思い切り乗せた突きや蹴りは映像からでも分かる威力で恐れられました。空手の他にもアントニオ猪木との異種格闘技戦やリングスに参戦し前田明と戦うなど、いろんな意味で話題性があった選手です。引退後は母国のアメリカで木彫り職人として活動を行っていましたが、2019年に心臓病でこの世を去りました。67歳の若さでした。ウィリアムス選手は極真を盛り上げてくれた伝説的人物で、インターネットではいろいろと、書き込まれているのをよく見ますが、彼の活躍なしに今の極真はないと私は思います。それではウィリー・ウィリアムス選手のまとめ動画をどうぞ。
したウィリーの口から聞いた真相は、佐藤俊一戦での反則宣告にあった。あれは反則ではなく、あの団体でノックアウト。私はエキサイトし、いずれ猪木と戦えば破門される。それならプロレス式に暴れてやろうと思った。